山本周五郎作『氷釈刊人記』1駒田紋太夫は完璧の強い理屈好きな老人であるが酒が入っている時は物分かりの良い人情家になるその時も程よく酔っていたその上 多年の念願だった隠居の許し額だって、数日うちに城北稲荷山の別宅に夫婦だけで移ることになり、すでに荷物も送り出したという状態で、甥の庄司仙蔵にとっては、またとない面会の好機だった。もちろん初めは渋い顔を見せられた。江戸屋敷から詳しい手紙が来ていたと見えて、 一つくらいのことまで、なんたる低たらくだ、などとどなられた。先祖の方では覚悟の前であった。どうせ褒められようとは思っていない。小さい自分、このおじさんが江戸に来るたんびに、かんしゃくを起こすのが面白くって、よくいたずらをした。父と酒を飲んでいるとき、 汁碗の中へとんぼを入れたり、敷いてある寝床の中へバッタを二重も突っ込んでおいたり、帰り際に刀を隠したりした。最も面白かったのは、川屋へ入っている時、窓からスイカを投げ入れたのと、酔って寝ている枕元へ半蔵を置いて、起きると水をかぶるような仕掛けをこしらえた時だ。 甲の場合は夜の川屋でしゃがんでいる頭へスイカが落ちたらしいゴツンという音と一緒にひょうというような規制が聞こえた。おつの時も良き以上に仕掛けがうまく効いて起き上がると端にざっぷりと水をかぶったが逆上したのだろういきなり刀を抜いてブレモノ と叫びながら転げている半蔵を切ったのには驚いた。こいつはろくなものにはならん、とそのころから目の敵にされていたので、ぎゅっという目に遭うだろうくらいは暗算してきたのである。ところが小言は割り方軽く済んで、五年ばかり見ないうちにすっかり太って、 叫びかりの出たあから顔もどうやら隠居らしい温厚な落ち着きが現れている。先祖ついうれしくなって世間の親父という親父をみんな隠居させたらさぞ安楽だろうと思ったくらいである。しかしどうしてお前はこう喧嘩ばかりするんだ。の調子はぐっと と若いうちはありがちだと言ってもお前のはがんをかけたようじゃないか。なかんづくこのにやけた二郎を撃ったというわけがわからん。にやけはこっちにいる自分俺の役所で使っていたがごく温厚で特実な人間だった。 決して喧嘩や口論をするような性質ではない。どういう理屈であれを殴ったんだあいつはふざけたヘチマですよ。先祖はぐいっと唇をへし曲げた。晩飯を食わせるから来いと言うんで言ったんです。懐具合もあまりよくはねえだろうと思って、こっちは眼的に角だるを持たせて行ったくらいなんです。 ところがあのこんにゃくだまはちょっと待て先祖お前酔っているのかいえいとんでもないしらふですよこちらは証拠を見せるために顔を前方へ突き出したそれから景気よく話を続けたところがあのこんにゃくだまは床の間にデクを飾っているんです しかもそれが女のデクなんです。私はムラムラと来たけれども、一応穏やかにそいつを取って庭へ放り出しました。床の間のものを庭へ放り出すのが穏やかなのか。だってまだ殴りもしないし験嘩も吹っかけたわけじゃないんですから。ポットでの田舎者だと思うから柔らかく出たんです。 それでわかるわけなのに、あのトンチキはなんとかいう名工の作だとか、やがてご老職にもなることだから、少しはこんな趣味もどうだとか、つまらない念仏を並べ立てるんです。世の中に理屈と念仏とマコくらい嫌なものありはしません。我慢したんですけれども、あんまり舐めたことを言うからつい、何したんですよ。 おかげで酒を一生棒に振っちまいました。どうもおかしい。もんだゆはうは腕組みして首をひねった。お前の言うことを聞いていると籠か,かきか魚屋とでも話しているようだ。江戸は言葉が存在なことは知っているがお前のわけたはずれじゃないか。 ふざけたへちまだ。晩飯を食わせる。こんにゃくだま、官敵、トンチキ。到底武士の口にすべきたぐいの語彙ではない。いかんぞ,せんぞ、先祖。酒が入っていなかったら、この辺で雷が落ちるのである。しかし老人の生理的条件は最上であって、むしろ老いの性格の中に、 自分と同意元素のあることを認めこれをため直すこと己のなすがごとくせよとさえ思ったくらいであるもっとこっちへ寄れ門田雄は声を和らげていったお前の短気は世間を知らず苦労を知らないところから起こる人間はそれぞれ感情もあり意地もあって 時にはへそを曲げたり毒口を聞いたりしたくもなるものだ。いいか例えばここで、お前が殴られたとする。そんなことは断じてありません。これは例えだ。例えばお前が殴られたとして、ああ、よく殴ってくれた。いい気持ちだ。そう思うか 誰がそんなことを思うもんですかもしそんな奴がいたら。まあ、聞くんだ。いいかお前が殴られていい気持ちがしないとすれば、お前に殴られる相手だっていい気持ちはしない。そうだろう。そしたら殴り返しゃいいんです。簡単明瞭ですよ。黙れと言ったら黙れ。 でも早いが口も減らないやつだ。どう言えば一体。こう首をひねった途端に、明暗が浮かんだ。黄金宝玉のごとしとは言えないが、一石二鳥の値打ちは確かな明暗である。老人はひそかに北添えみ、手をこすった。二。 お前あの雨をどう思うもんだは庭の方を指さした「もう4日も降り続いている返り梅のようなあの雨をどう思ううっとうしくってむしゃくしゃしてたまりません」彼は見るのも嫌だというように庭とは反対の方へ顔を背けた。 手の届くものならと捕まえて、五つ六つぶん殴ってやりたいくらいですよ。そうだろう。しかし相手が空では殴れまい。また一つには、もう少し前へ出ろ先祖。こう言われて、何気なく膝をすめるとたん、老人は拳を固めておいの頭を殴った。 ゴツンと音がしたくらい手厳しく殴った。先造の体はひくっと引きつり片方の膝と右手とが一種の運動を起こしかけた。これは意識の支配を受けない純粋の近反射であって交感神経の鋭敏な個体には特に著しく見られる現象の一つである。問題は本能的に片手で。 防御姿勢をとったが、船蔵はどうもしなかった。人がその体内から一種のガス体を排せつするときのごとく、顔を赤くして力み、歯を食いしばった。どうした殴り返さないのか殴りません。は、 葉と葉の間からこう答えた「叔父上には手はあげられませんから」いい心がけだそれならまだ望みはある文太夫は手を膝へ戻した「お前の短気は世間知らず苦労知らずと言った。 つまり自分の感情に走って相手のことを考えない。髪の表を見て裏を見ない。すべてに資料が一方的だから短期が起こるのだ。この雨は鬱陶しい。むしゃくしゃする。しかし農家などにはこの雨が天の恵みだ。雨具商人、辻籠人足などもさぞ儲かるだろう。 まあ、降るだけ降るがいいと、こう考えてみろ。気持ちはるくなるし、感触も起こらないで済む。あ、はあ。今俺に殴られて、おじだから殴り返せないというが、なぜ俺が殴ったかということを考えてみないか。殴られるようなことを。 昔俺にした覚えはないかどうか。昔と言いかけて、先祖は、あっとうなった。汁案の中のトンボ、川屋の窓から投げ込んだスイカ、ひっくり返った半蔵、その他あらゆるいたずらの数々が、壊れたおもちゃの転げ出るような具合に、ずらずらと記憶から飛び出してきたのだ。 なるほど。先造はこううなずいた。俺の言う意味が分かったか思い当たることがあったかわかりました。しかし彼はんに耐えたというふうに首をかしげながらつい知らず小さい声で。やったり。 じじい覚えてけつかった。とつぶやいた。このつぶやきは老人に聞こえたが、それは老人を怒らせるよりもむしろ復讐の快感に酔わせたくらいで、一石二鳥とはすなわちここを指していったものである。ここをよく考えろせんぞ。この世のすべては因果の律に支配されておる。 お前が生まれたのはお前の父と母とがえへん広大なつまりそうしたことが原因となっておる花は腸に蜜を与えて実を結び源氏を滅ぼしたことによって兵士は源氏に滅ぼされる因果は少々として無駄も欠けねもないだからして分かりやすく言えば ここにお前の尺に触る人間がいて、一つぶん殴ってやろうとするとき、こいつは今俺に腹を立てさせたが、こいつが俺に腹を立てさせるようなことをするようなことを、俺にこいつが、あいや俺が、こいつが、いや待て。老人はどうやら習字法の網に引っかかって、汗をかき出した。 つまり、こうだ。この俺がお前とする。いいかそこで、お前のこいつが、俺のお前に腹を立てさせるとするだろう。そこで、俺のお前が、お前のこいつに、俺のお前に腹を立てさせるようなことを、お前の俺が、こいつが、いや、俺が、ええー、感触が起こる。バカバカしい。は 手の甲で額をなでながら「今日はもうやめだまた明日来い」こう言ってさっさと立っていってしまった先祖はあくる日また叔父を訪ねた大体いい今度彼が国詰めになってきたのは庄司の加名を継いで30人組の組頭に任せられたためである。 生児は母方の登園にあたるせいで、二代前に絶縁していたのを今度再興することになって彼が選ばれた。そしてまた同じ登園のうち、宇野またえもんの次女、カナを妻に迎える話も決まっていたのである。三十人組というのは藩主側近の絵地で、 江戸と国元に六十六人ずつ二組になっており、睡蓮、木登り、早道などという特殊の技能者が集めてある、本来が戦場非常の場合に備えた部署で、太平にはあまり使いどころのない役だったが、それがかえって側近の絵師という虚名と結びついて、傍若無人、横着戦場、 孔慢不損の気風をそそるようになり、現在ではちょっと手に負えない存在になっていた。それなら廃止すればよさそうなものだが、元気転生の頃からの由緒ある植生だし、一つには藩主の意見で、悪道的存在も武家気風の支柱としてある方が良い、という 法権的政略的趣旨から存続されているわけだったこういう次第なのでこの組を支配する組頭が難物だった内には兵庫のごとき連中を抱え外には家中一般との折り合いをつけなければならないこれは利休紅獣の長疾患を持って 三三九度の席に連なると等しく、尻を押さえて中座するか、取り外して恥をかくかのどっちか一つと相場が決まっていた。それで、三十人組を預かるには、祭祀親族と絶縁してかかれ、という金言ができたくらい嫌われた役目だったのである。 先蔵に庄司を再興させ三十人組の支配をあてがうという案は門太夫から出たものだ庄司はいずれ中老の席に治る価格なので人修行させる意味もあるし悪いたずらな老いに目から火の出るような思いをさせてやりたいという無邪気な意地悪根性もあった しかしさて当人が来てみるといじわる根性どころか急に何もかも心配になって何とか老いの短気を封じまん丸でなくともせめて楕円形ぐらいには務まってゆくようにと気をもみ出したのである人間には堪忍袋というものがあるすでにあれから五日目となって ゆうの意見はようやく普遍性を帯びてきた「お前も人間である以上は持っているはずだ。まずそれをぐっと締める。こう」と老人は胸のところで何かを握るまねをした「こうぐっと締めるんだ。いいかさてそこで。 今度は相手の身になって考える。こいつがこんなことを言ったりしたりするのは、俺がいつか知らずに侮辱したとか、不愉快な思いをさせたなんということがあるのではないかもし何もないとすれば、こいつはひどく運の悪いことか、思惑ずれがあって、勘が立っているんだろう。気の毒に。 こう思ってやる。あまたどうしても気の合わぬものとか嫌なやつ、ぐず、ま慢な人間などは、なるべく長所を見つけるようにするんだ。あいつは大嫌いだが、鼻は見事だとか、意地は悪いが耳が立派だとか、ぐずだけれども気はいいとか、何にも取り柄はないが、 こんなに取り柄のないということも一つの取り柄だとか、根性は曲がっているが足はまっすぐだとか、もしもガニ股だったらそうしたら手とか背骨とか鼻筋とか、それがどこもかしこも曲がっているとするとそうすればつまり、 全体が曲がっているとすれば、つまりそれなりに統一が取れているわけで、統一が取れているということは、それなりにまっすぐだということになる。だが口を出すな。話がこんがらがっていけない。要するに、八回目になって、 稲荷山の別宅まで意見拝聴に出張した仙蔵はもうこの辺で解放されたくなってこう言った「要するに喧嘩をしたり人を殴ったりしなければいいのですね」「それだけではない人を尊敬し人の意見を重んじ観光に付き合い過ちを許し」 常に勘認袋の尾を閉めて。わかりました。きっとうまくやりますから、安心してください。大丈夫だということが保証できるか。保証かどうかわかりませんが、今日で八回もお小言を聞きながら、一度も腹を立てなかったとしてみれば、もうしたな。よし。 そのこう言って老人はとどめを刺すようにぐっとにらんだ。実を言うと先蔵はこの時すでに自分の堪忍袋を発見しその王をぐっと締めることに成功していたのだ。一度は家のことで一度は富田やろ六という 三十人組の子頭のことで。家の方は狭くて古いのが気に入らず、係の役所へねじ込んだが、今空き家がないのでしばらく辛抱してもらいたいということで我慢をした。野六の方はかなり危なかった。後で考えると様子を探りに来たものらしい。玄関に立って反り返ったまま、 いつから出資なさるか、と、王平な口を聞いた。恐ろしく反り返っているので、こっちからは顎だけしか見えないくらいだった。先蔵は頭がじーんと痺れた。へそのあたりがむずがゆくなり、それが井のふのところへ移行してきた。従来の経験だと、それは準備完了の兆候であるが、その時、 移行してきたものが何かにコツンと突き当たったのである。胃の糞門部あたりで得体の知れないものにぶっつかり、そこで不決断に停止した。つまり、その得体の知れないものが堪忍袋だったわけで、そう気づくなり先祖は満身の力を込めてその尾を引き締めた。ぎゅ ギュッと力いっぱい引き締めた富田八六はじりじりと後ろへ下がったこちらが返事をしないでいつまでも黙って立っているので少し不安になったらしい仙蔵はようやく袋の口を閉め終わったので静かにこの十二日から出資する と答えた。野六は、このという発音と同時に、右の腕で頬を覆い、左手で何かを防ぐような格好をしながら、稲子のように素早く玄関の外へ飛び出した。この動作の貧速的格差は、彼もまた、ある種の人物であることを証明するものであろう。しかし、 速なる退避行動にもかかわらず、げんこつも平手打ちも飛んでこないのを知ると、彼は、すでに門のところにいたが、びっくりしたようにあたりを見回し、先蔵が依然として玄関に立ったままで、いささかも暴力的所作に出る様子のないのを確かめると、もう一度こっちへ顎を見せた後、悠々と門の外へ去っていった。 お首の出るほど聞かされた叔父の意見とこの二つの経験、中んづく堪忍袋の発見によって、先蔵は新生活に対する自分の力量に確信を持っていたのである。四世の中は観南の待合室であり、人間は 体内より5億を追って生まれるという。されば、人生は風雪を犯して、剣難悪路を行くがごとく、二十四時寸国の油断もならぬ、告白苛烈なものである。先造は、組頭として役所へ勤め出すなり、それを知った。彼は、 30人組の私風作講という任務を授けられていた。彼らの傍若無人と横着高慢はその本文を尽くさないところに原因がある。木登り、睡蓮、早足などというそれぞれの特技に精霊勉強させれば自然、権欲恩順になり、摂技道徳を守るであろう。 こういう意見によって、先造の任務は、軽量降下されていたのである。出仕の第一日目は、老職の前で組下の小頭五人に紹介され、さらに、彼らの案内で詰め所へ行って、六十人の組下に紹介された。この儀式はごく単純なもので、要するに、正治先造が、 今日からお前たちの組頭になった、という布告である。ところが、儀式が終わった時、先造は極めて懸念な印象を受けた。それは、組頭に就任したのは、六十五人の彼らであって、自分は彼ら全体を長官とする、ただ一人の部下であるという気持ちだった。 海辺のカニはシケの来週を予知するそうであるが、事実とすれば、庄司戦争にもカニ的予知力があったに違いない。彼の受けた印象は誤らなかった。彼らが正しく長官であって、しかも長官族の中で最も長官らしい長官だということは、就任10日目にして、 次のごとく証明されたのである。ちょうど季節だから泳ぎの稽古を始めたいと思うがどうだろう。仙蔵はそのし頭である水栄の助を呼んでこう言った。水栄の助は、結構ですね、と答えながら、えい、と叫んで片手を振り、目の前に飛んでいるハエを、 あっさりつかんだハエトリグモのような男であるではいつ始めようかさよういつでもいいでしょう妙に力でよかろうかいいでしょうなでは妙に力として場所や市販者は決まっているのだろうな。 場所は川でも海でも沼でも池でもお好み次第です。お城の堀以外はどこで泳いでも心配はありません。市販者というのは私は知りませんが、ご希望なら探させましょうか。ご希望先祖は唾を飲んだ。自分は別に希望も何もないが、従来それでは 市販者なしにやってきたのか誰が何をですそこもとの組下たちで、睡蓮を市販者なしにやってきたのかと聞くんだ。私たちがですか栄之助は、ケブなことを聞くというように、こちらを見た。どうしてまたそんなことをお聞きになるんです 私たちは睡蓮なんかやりゃしませんし、やりたいなんて思ったこともありませんよ。明日から始めるというのは、くみがしらご自身の話じゃなかったんですか先祖は歯を食いしばって、堪忍袋の尾を締めつけた。袋はいやいやをしたりもがいたり、けいれんしたり縮まったり、ぐっと と伸びたり跳ね上がったりした。彼は汗みずくになって格闘した結果、ようやくそいつをねじ伏せたが、栄之助は武作法にも、水蓮組に水泳ぎをやれたなんて妙なことを聞くものだ。こうつぶやきながら立っていった。先造は目をつぶって歯ぎしりをした。 それから思考を転移させるために、えー、っと、今日は、今日は何か用事があったはずだが、などと空事を言ってみた。確か用事はあった。その日は午後から稲荷山へ行って、お父の家で、卯之又右衛門の次女と会うことになっていた。しかし、永之助との問答と、 袋との格闘で疲労困ぱいした結果全く忘れてしまったのである今日は今日はと10遍も言ってからよし今日は晩飯にうなぎを食おうとつぶやいたうなぎうなぎと下城するまでにシャニムにうなぎのことを考え続けていた彼は家へ帰るなり かぼくにそれをめいじたところが一言のもとに跳ねつけられたのである。この土地にはうなぎなんかござりやせん。にべもない返事だった。だいたいこのひでろくというかろくは横着ななまけもので、いな、それどころではない。そのとき玄関へ、 稲荷山から使いが来て、皆様が待ちかねているということを、一席切って伝えた。先祖は思わず、ああ、しまった、とうめき、着替えもそこそこ家を飛び出した。前に記したとおり、うのの彼女とは、すでに婚約ができ、十一月には祝言をする予定であるが、その前に、 一度会って風貌性格を知っておきたいという要求からその日の会合が企画されたのだ。ただしその要求は彼のものではなく彼女の提出にかかるものであって率直に言えば会合ではなく一種の召喚だったのである。先祖がこの事実をどう考えたかは言うまでもあるまい。 しかし彼は、勘認袋を片手に閉めて、水栄之助と一時以上の遅刻と、水蓮とウナギと彼女のことで頭をいっぱいにしながら、おじの家へと駆けつけた。稲荷山の客室では、うの夫妻と彼女と主人の門太夫が待ちくたびれていた。いな、そんな生ぬるいことではない。 ち勢い、ち挑み、ち下かっていたと言うべきだろう。門太夫は、おいの顔を見るなり、何をしていたと怒鳴った。これに対して、先祖は片手で汗を拭きながら、役所で泳いでおりました。と答えた。役所で泳と、門太夫が目を向き、 またえもんがふき出した。彼女は仏像のごとく丹精に座り丹精な目と丹精な鼻をこちらへ向けて丹精に仙像の顔を眺めていた5。中秋名月の正体と彼女が仏像のごとくあらゆる点で丹精だという。 二つの収穫を持って、彼は自宅へ帰った。何しろ、役所で泳いだという失言と、手を離せば暴れ出しそうな勘人袋の心配と、頭の中で嘲笑し、手を叩いている水栄の助の現像とで、どんな話題が出たか、何を答えたかすら、まるで記憶がない。 帰る途中のある町筋でうなぎを売っている店を見つけたが、なるほど、この土地にはうなぎなんかはないんだな、と感心したくらい上がりに上がっていたのである。先祖が、アリが根の蜂を呼んだのは、それから半月ほどのちのことだった。アリがは、 早足組の子頭であるが、六尺豊かな恐ろしく肥えた体に所有されていて、素人が見たのでは、その巨大な肉塊のどこに彼自身がいるのか、見当がつかないくらいだった。水蓮組との交渉をひとまず延期した先蔵は、第二の交渉相手として、この根の鉢を選んだ。 超えすぎた人間は害して善人だということにアリガは肉体的にも精神的にも百字超然たる風格に見えたから衰のごとく悪辣な逆説を漏する恐れはないだろうと考えたのだところがこれは非常な先見だった根の鉢の風貌が 百字超前に見えるのは脂肪の極大体積によって全皮膚の表面張力が限度に達しているため全身的にも部分的にも心理の繁栄たる表情能力を欠如していたからでその巨大な肉塊をかき分けて現れた実際の根の鉢は先祖の予想などとは全く違う人品だったのである おっしゃることがよくわかりません。先造の問いに対して、彼は作業に癖のある悠長な口ぶりでこう反問した。稽古とは一体どんな稽古でしか早足組だから、速歩法の稽古をするのではないのかああ。 それでしか。彼はゆっくり点灯した。それならもちろんやっておりますそれとも、やっていないとでもおっしゃるんでしか。そんなことは言わないが、今後なお組織だった方法でいっそう。いや、ご安心くだっしゃい。みんな実に達者なもので、 そりゃあ実にびっくりするくらいでしから。その点なら実にちりほどのご心配もありましんでし。それはそうだろうが、役目のことであるからなお。いや、大丈夫でしとも。縄もむしろもない金のわらじに太鼓判でしよ。 京徳院様のご知性に、薄鉢百兵衛という早足がいたそうですし、まさか山が崩れて七号の田が流れたとき、かの百兵衛は半日で二十一里十二丁を往復したそうでしが、今私の組にいる伊田天九郎なずあなた、 実に波足で半時五里という記録を持つくらいですからな。もっとも呪文院様のご知性に一人、後に昌法院様が蔵貨兵の髭を織りなせった折、あれは確かダラン論議といって、江戸屋敷でも評判だったそうですから、ご承知かもしれませんが。 ヘビが鶏小屋へ卵が盗みに来るについていや綿鳥を満着するために瀬戸物で卵を作るそうですななぜ満着せねばならぬかというとです綿鳥というやつは卵を産むと。先祖はもう聞いてはいなかった。 両手で懸命に堪忍袋を押さえつけ、目をつむり歯を噛みしめながら、宇野の彼女が仏像に似ていることや、この頃ろ嘉僕の秀六が立ったままで自分に物を言うことや、一度江戸前のかば焼きを飽きるほど食べたいなどということを考え続けた。根の蜂は約2時間も喋った後、再び巨大な肉界の中へ潜り込み、 その肉塊を運搬して立ち去った。人間の感覚器官のうち、死長の二角ほどあ甘の尺な、唯物論的な、無拘束な自由主義者はない。例えば目のことにしても、芝居などで悲き役者のぎっくり決まる表情を見ようとするときとか、疾走する列車の窓から林間の瓦で おとめがすはだかで水浴しているのを見つけ、慌てて、もちろん美的感性から振り返るときなど、決して希望通りに見えた試しがない。にもかかわらず、見たくないもの、表を背けたくなるような事物は必ず見える。嫌になるほどはっきり見える上に、記憶の現場へ焼きついてしまう。耳もその通り、 セブラックの甘美な田園描写曲の細部を聞き取ろうとか、旅館で隣室のい,いな、若夫婦のい,いな、つまり戦争中、来襲期と味方機との爆音を聞き分けようとするときなど、天から役に立たない癖をして、聞きたくない音、耳を覆いたいようなものは、実によく聞こえる。 聞くまいとすればするほど傘にかかって聞こえる上に、こいつも記憶の石へひぶみのように掘りついてしまう。悪七病絵が目を摘出し、ゴほど殿が耳をちょんぎったゆえん、実にここに損するのである。先造は目をつむりよそごとを考えていた。 ねの蜂の姿を見ず声を聞かぬために懸命の努力をした。にもかかわらず数日の間何を見ても根の蜂に見え耳の中では蛇だの消耗院様だの井田天九郎だの瀬戸物の卵だのがシェーンシェーンとうなったり叫んだりし続け夜もおちおち眠れないくらいであった。 戦蔵を取り巻く家中の状態はその前後からはっきりし始めた。彼らは確認したのである。江戸屋敷に庄司戦蔵という暴れ者がいる。短期で手が早くて恐ろしく喧嘩に強い。今度そいつが来るそうだからみんな気をつけろ。こう噂をしていた当人が現に来て 四五十日経つのに、喧嘩のけの字も見せない。小あたりにあたってみても、恩順のごとく丁重に、あるいは丁丁のごとく恩順に受け流すばかりで、短気なところなど爪の先ほども見つからなかった。あの評判は嘘っぱちさ。大丈夫。まるで腰の抜けた猫だよ。 家中の観察はこのように回れ右をしたのであった睡蓮にも早足にも背負い投げを食った先祖は中秋名月の数日前に木登り組を打診してみた今度は小頭を避けて奥の氷へという おとなしそうな組下の者のを呼んで話した私がですかひょうえは目を見張り、私が木登りをあの子供がやっているあいつをこう言って急に途上へ引かれる羊のような声を出したお願いですそれだけは。 勘弁してください。私はもう三十七で、妻もあれば子供の六人もある人間ですから。この稽古が年齢や歳子に関係があるのかね考えてみてください。このひげを生やした瓶の毛に白いものの見える男が、七八つのワンパクみたいにエッサエッサと木登りをやる。 いえ、勘弁してください。私は構わないとしても、妻や子供がかわいそうですから、どうか私の妻子に泣きを見せないでください。妻や子供をあわれんでやってください。お願いです。先祖は彼を下がらせて、やはり組下の吉北左衛門を呼んだ。 俺はむやみに快活なまだ若いあけっ広げた男だったが話を聞くなり「本当ですか?」と膝を乗り出した顔が活き立ちペロリと舌なめずりをして恐ろしく張り切った上声を潜めた「本当に?」お許しが出るんですかまさかだますんじゃないでしょうな 役目のことで騙すなんというわけはない。しかし。先造はちょっと不安になった。乗り気になってくれたのはありがたいが、どうもあんまり乗り気になりすぎるようである。これまでがこれまでだから、これまでの手とは違う手を打つかもしれないと思った。しかし。 まさか勘違いをしているのではないだろうな。稽古というのは木登りのことなのだが。いえ、勘違いなんかしやしません。木登りです。手と足を使って木へよじ登るあれでしょう。わかっていますよ。ちょうどこれから春に向かう時ですから、申し分がありません。早速やります。春に向かう 先争は相手を見た。木登りに旬があるかご存じないんですね。こう言って、吉北左衛門はさらに膝を乗り出した。ご存じなければお教えしますがね、木登りは夏から冬が旬で面白いんですよ。少し考えよう。 先祖は手を振りながら今日はもういいと下がらせた世の中がいかに多くの困難に満ちているか生きることがいかに困難な味気ないものであるか今こそ身にしみて先祖に了解された彼は厳粛になり人生に頭を垂れた今こそ彼は世間なるものの低下は 先争にとって恐ろしく高いものについたのである。うの家から中秋名月の正体を取り消してきたのはその翌々日のことであった。雨になりそうだからという理由であるが当日は朝から晴れて終夜高校たる名月が眺められた。もっとも先争は 眺めたわけではない。彼はその日、城を下がるとき、本丸のマス型のところで、知らない人間にぎゅっと油を絞られた。向こうから来た三人連れとすれ違う途端、待てと大きく呼び止められた。振り返ると三人がぐるっと取り囲んで、今俺の刀へさや当てをしたが、何か遺恨があるのか という。こっちはまるで覚えがなかったが、相手は喧嘩にするつもりらしいので謝った。抵当して、申し訳がない、と謝った。俺は槍組の葉山津太郎という者だ。相手はこちらを、こう上から寝めおろした。心得のために聞いておこう。 詰め所はいずれで生命はなんというかそして先祖が名乗ると相手は「頬」と目を丸くしわざとらしくじろじろ眺めながら「すると本当なんですな」と言った「あなたの堪忍袋が牛の皮でできているというのはまさかと思ってたんだが」 本当なんですなああれは。そして三人でゲラゲラ笑いながら立ち去った。勘人の皮袋か、と声高にあざけりながら。幸い,いにして当の勘人袋は大して暴れもせず、ただ脇の下へ冷たい汗が出ただけだった。しかし、 袋が牛の皮でできているという言葉がいつまでも耳について離れず食もたれでもしたように胸が重いので酔いのうちから布団をかぶって寝てしまった「寛人の皮袋か」だがいいじゃないかこれで俺の忍耐強さも小札がついたわけだ こう思って満足し月なんか勝手にしろとうそぶいた。七川袋には小札がついた。こうなれば千人力である。寒月の正体を取り消した宇野家からは間もなく婚礼延期の通告が来た。 いささか特進なりがたきことあってのことだという。人にはそれぞれ事情があるものだ。よろしい。彼は承知の胸を答えた。何しろ千人力である。常駐で聞こえよがしな陰口を耳にしても、通りすがりにわざと突き当てられても、牛の皮でできた袋は、もうびくともしない。 役所での彼の席は、だんだん隅の方へ押しつめられ、小頭たちが真ん中へのさばり出てきた。いいじゃないか。席が逆になったって、天変地位が起こるわけもなかろう。富田野六は立派な顎だし、ありが根の蜂は隅になんぞいられる体じゃない。人間は、 勘弁と折り合いが大切だ。そこで初めて世の中が太平無事に収まるんだ。いかにも太平無事ほど結構なものはない。人類永遠の理想は常に自由と平和であるから。しかしこれほど求めて得たく、求め得て長続きのしないものはない。筆者は 永遠の平和を信じないごとく、川袋の正だも信じないだろう。なぜなら、正札はいつでも付け替えられる仕掛けになっているものだからである。果たして、川袋の正だのはげる日がやってきた。付け替えではない、さっぱりとむしり取られる日が。 残暑の帰ったような暑い日のことだった。城から家へ帰ってくると、先蔵の居間に花木のひでろくがごろ寝をしていた。肘枕で長々と寝そべって、いい心持ちそうにいびきまでかいて眠りこけていた。先蔵の脇の下に、冷や汗がにじみ出てきた。これは、 袋がおとなしくなって以来の生理現象であるまあいい彼はしばらく花木の寝ざまを眺めた後でこうつぶやいた「秀六だって同じ人間だたまには風のよく通る広い部屋で昼寝もしたかろうそれから足音を忍ばせて静かに寝前へ行き 着替えをして、汗でもふこうと、裏へ出た。そして、井戸端で半蔵へ水をくみ、顔を洗おうとかがんだ時である。彼は、水の表へ、妙な人間の顔が映るのでぎょっとし、急いで後ろを振り向いた。もちろん、誰がいるわけでもない。そこで、改めてよく見ると、 どうやら自分の顔のようである。確かにどこかしら見覚えがある。俺の顔だと言い張る自信もないが、俺の顔じゃないとも言い切れない。先祖は不安になった。手ぬぐいを放り出したまま、急いで寝間へ戻り、長持ちの中から鏡を取り出した。 えんがわの明るいところへ行って座りつくづくと鏡の表を見つめたが半蔵の水面に映ったのと少しの違いもない「確かにこれは俺だ」がこれは決して俺の顔じゃない一体何事が起こったのだろう彼は鏡を置き 腕組みをした。どのくらい考えふけったことだろう。今の方で、ああという大きなあくびが聞こえ、ドタンと足を投げ出す音がした。その途端である、ドタンと足を投げ出す音と一緒に、先祖の胃の噴門部のあたりで、プツンと何かがちぎれ、 ブレーという叫びが口をついて出た全く無意識の叫びだったし「ああ俺は何かどなったな」と気づいた時にはすでに居間へ飛び込んで秀六の枕元へ立っていた起きろ五体満足でいたかったら自分の部屋へ下がれ歌僕は夢でも見ていると思ったのだろう かんと口を開けて主人を見上げたが、突然恐怖の悲鳴とともに腰を抜かし、うな、うな、うなぎはあります、うなぎはあります、と、血迷ったことをわめきながら、畳の上をはいはい逃げていった。先祖はまだ鏡を持っているのに気がつき、ちょっと覗いて床の前を置こうとしたが、びっくりしたように慌ててまた覗いた。 それから縁側へ出てゆき、鏡の表を拭いて、よくよく眺めた。自分の顔である。確かに、紛れもなく、庄司先造の顔である。ははあ、こう彼はうなずいた。ははあ、弁証法を借りるまでもない。 この二つの顔の表明するものが分からなければ、それこそトンチキでありこんにゃく玉である。何をか疑うべき。仙蔵は鏡を置き声を張って、ひでろく、これかいと叫んだ。ひでろくは飛んできた。仙蔵はそっぽを向いたまま、俺が我慢を切らしたということは分かるだろう。 へえ。断っておくが、俺のげんこ骨は痛い上に文句なしの待ったなしだ。目の玉が二つとも飛び出したやつがあるから気をつけろ。へえ、よ、よくわかりました。それで、うなぎを。買ってこい。粗いところを五人前だ。酒もつけるんだぞ。そして彼は、右手でげんこ骨を握り、 それをぶんぶんとうなるほど振り回した。ひでろくは目をつぶって消し飛んだ。小札は剥がれた。さっき胃の粉門部あたりでプツンとちぎれたのは堪忍袋の尾に違いない。胸も腹も裏返しにして大川で洗いさらしたようにさっぱりしてきた。筋肉がうずうずして骨が鳴るようである。 そんなバカなちョボイチがあるか。彼はどかっと座ってから言い出した。俺の面が俺の面でなくなって、皮袋に小札がついたってなんだ。堪忍袋を牛の皮で包んでも、米の出来が良くなるわけじゃねえ。芋虫ははうもの、とんぼは飛ぶもの、とんちきはとんちきで、水蓮は水泳ぎだ。もんだうがおじきなら、 おいの俺は仙蔵よ。商法に不思議はねえまっぴらごめんだ。ああやんぬるかな。ついに太平は幕を下ろしたのである。8. 新しい幕は明くる朝の城の王手から始まる。 途上してきた彼は、大手先で、葉山津太郎に会った。この間の連れだろう、何か高声に話しながら三人で歩いていく。それが、槍組の葉山にそういないと見るや、先祖はぐんぐん追いついてゆき、いきなり後ろから力任せに体当たりをくれた。不意をくらって相手はつんのめった。いな、つんのめったばかりではない。 見事に顔で地面に立った「ブレモノ」こう叫んだのは先祖である「こんな広いところで人に突き当たるとは遺恨でもあるのか何者だ」葉山津太郎は口から石ころを吐き出しながら起きた「ななな何が何だはっきり いやあ、お前さんはこの間の先生だな。彼はにやりとした。なるほど。あの時のさやあての遺恨か。読めた読めたとなったら問答はない。明朝6時に、的場の森で会おうじゃないか。そこで話をつけよう。約束したぞ。言うだけ言うと、後をも見ずに歩き出した。本丸を回っていく時。 第二の獲物があった。名は知らないが、よく聞こえよがしに、川袋、川袋と言ったやつである。こいつはずんぐりむっくりこと男なので、追い越しながら。子供がこんなところへ入ってきちゃいけないと叱りつけ、これにも妙長六時、的場の森の約束手形を振り出した。中の口から廊下へ上がると、 六と,と一緒になったから「おいお前の名前はとんだろうとも読めるがしゃれてるな」と言った野六は目を向いて反った恐ろしくそったのでまた顎だけしか見えなくなった「ほらまた反りやがったお前そのほかに芸はねえのか」侮「侮辱だ侮辱だ!」 やろくは金切り声を上げた。断じて許せない。武士の面目が立たない。みんな、承認になってくれ。証人になって、この、やかましい。川の破けた太鼓をそう叩くな。悔しかったら的場の森へやって来い。朝の六時に待ってるぞ。そして、さっさと歩き出した。 30人組の詰め所へ入るとうまいことに有賀根の鉢が猿山与次郎という木登り組の小頭と茶を飲んでいた猿山はいつか奥野とよ吉北左衛門を使って長老した男である茶碗と土瓶を前に置いて有賀と与次郎が差し向かいで何か話しているその真ん中をまっすぐに 茶碗がすっとびび瓶がひっくり返って熱い茶が景気よくあたりへ跳ねかった二人はかまいたちとでも思ったのだろう根の蜂は我知らず「ナムトラやと唱えたし猿山は目をつぶって両手で空気をひっかき回した茶は焚き火のまで飲め 先祖はこうなった。そして二人が今そこを通ったのがかまいたちではなく、組頭の皮袋だと知って憤然としたとき。よしわかった何も言うなと先手を打って叫んだ。話は的場の森でつけよう。明日の朝六時にやって来い。待っているから忘れるなよ。 有賀は四次郎の顔を見、猿山は根の鉢の顔を見た。そしてぶるっと身震いをした後、もっとよくお互いを眺めた。その時もう仙蔵は次の獲物をつかんでいた。本来なら彼の席であるべき場所に、遂栄之助が座って、組下の者に何か言っている。彼はその面前へ 立ったまま相手を見下ろした。英之助は顔を上げてこっちを見た。先祖はそれをじっと見下ろしていたが。まずい面だ。こう言ってその周りをぶらぶら歩き出した。何かおっしゃいました。か、俺かい。ああおっしゃったね。聞こえたかい？振り向きもしないでこう言うと英之助は？さっと とくなった聞こえましたまずい面だというのがはっきり聞こえましたそれはめでたいね耳だけはまあ人並みの証拠だそれは正気で言うんですかそれとも寝言ですかお前しゃれたことが言えるんだな A のじ、うんちょいとしたもんだこう言いながらも まだ介の周りをぶらぶらしているしかし断っておくがそれでよせそれ以上うっとも言っちゃいけない俺のげんこつは痛いうえに文句なしの待ったなしだ両方の目の玉の飛び出さないうちに黙る方がいい立たないのか立たないのかという言葉は 天井や襖がビリビリいったほどの大活である。栄之助は下からバネをかけられたように飛び上がった。先祖はその後へかっちりと座り。ここは組頭の席だ。俺は組頭だ。席の順序のわからぬ奴は庭へ放り出す。小頭はみんな出ているのか。 出ておられます。かのような声で向こうから答えたのは奥山兵衛であった。見ると廊下から焚き火の前かけて組下の者たちの仰天したような顔が並んでいた。お前たちは向こうへ下がっていろ。見せ物じゃない。小頭はここへ集まるんだ。何をぐずぐずしているか。俺は忙しいんだ。テキパキとやれ。 勝敗は決した。四人の子頭はつきものでもしたようにそこへ座った。みんな出たな。先祖はじろっと眺め回した。それではこれから触れを出すからよーく聞け。三十人組はとのご側近のエジというばかりでなく、元気転生より伝承する。 唯一の名誉ある職性で、これに属する者は鍛錬これ務め、終身を弦にし、職を汚さざるとともに、一般の模範たらねばならぬ。鍛錬とは何ぞ水栄之助、お前の預かる組は何をもって鍛錬とするかお前の組の鍛錬とは何だす すいんでではっきり申せなんだでございますよしまよの睡蓮は睡蓮早足は早足富田八六は三組おたしとして。 明日から鍛錬にかかるんだ。触れに従わぬ者は支配へ申し出してきっと処罰する。分かったかそして先祖は座を立ち大股にずんずん廊下に出て行った。さらに残りの獲物を探すために的場の森の約束手形を振り出すために。そしてその翌朝。 「まだほのぐらい朝の5時今開けたばかりの宇野家の門を入って声高に玄関で穴居を買うものがあった庄司仙蔵である頼む頼む遠慮も会釈もない叫び声だ奥からカフが走ってきて お静かに、お静かに、と静止した。何ご用でどなた様でございます。カナのに伝言がある。こう伝えてもらいたい。先蔵はさらに大きく声を張って叫んだ。臆病院をひとまとめにして、少子先蔵のこ骨の音をお聞き,きに入れる。お心あらば。 的場の森へ6時までに来ていただきたい。よろしいか。そして、あぜんとしているカフに背を向け、力足を踏んで宇野邸を出て行った。霧の流れる城下町を北へ抜ける大場を回って、小川のほとりをゆくこと3丁。鉄砲的場を取り巻いて、深い杉の森が広がっていた。 先祖はまっすぐ森の際まで行った。見回したが、誰もいない。舌打ちをして転げている朽木へ腰をかけた。誰か一人ぐらいは来るだろう。こんなことをつぶやいた。小鳥のさえずりが高くなり、霧が薄れた。先祖は朽木から立ち。 のび上がって道のかなたを見合った。もうとっくに黒玄である。しかし誰一人として現れる様子がない。チョ彼は舌打ちをし、右手でげんこつを握ってブンブン振り回した。すると後ろで、もうお帰り遊ばせ。という声がした。 これには先祖もびっくりして、あっと叫んで振り返った。そこに、うのの彼女が立っていた。あなたは、あなたは。ええ、来ておりました。庄司様よりほんの一足早く。私より早くですってだってどうしてそれが。 昨日のお噂は、浄下中知らないものはございませんですわ。そして、伺った私が、ここへ参らないでいられましたろうか。仙蔵はじっと彼女の目を見つめた。そして一度全身を見上げ見下ろしてから、改めてまた目を見つめた。彼女は仏像ではなかった。 彼女自身に変化があったのか、先蔵の目が変わったのか、筆者は知らない。なるほど。先蔵は仏像で亡くなった彼女の目に、微笑を送ってうなずいた。私は演説を使うのが嫌いです。今の言葉を、この間の延期の取り消しと見ていいでしょうな。 もうどなたもいらっしゃいませんわ。彼女はまぶしそうに目をそらした。私家の者には黙ってまいったのですからもう帰りませんと。こいつを見せたかったんだがなこいつを。彼は右手のげんこつを口をしそうに押しなでた。 またおりがあるでしょう。その時は胸のすくようなのを。私には嫌でございますよ。ああ、皆さん、こういった途端の彼女の目が想像できるでしょうか。詩人どもが何千年この方たたえてき、何万年の将来もたたえあかぬであろう、そのまなざしが。 彼は大婆場の角まで送って行って彼女と別れその足で稲荷山の家を訪ねた「叔父上はおおきになったか」玄関で先蔵はこう怒鳴ったすると面前へ「やかましい」と言いながら門太夫が出てきた何を早朝から怒鳴り込んできたんだ お返し物があるんです。先祖はにこっと笑った。返し物とは何だ堪忍袋ですよ。とうとう破けちまいましたし、私にはもう用がありません。きれいさっぱりお返しします。そして、十一月には祝言をやっつけますから。 彼はこう言ってこうした。おばうえによろしく。